バドミントン、それは新しいアウトドアスポーツです。エアシャトルには風速3メートルまでの環境が適しています。通常のラケットを使用し、太めのストリングを弱めに張って使用することをお勧めします。エアバドミントンはいつでもどこでもプレーできます。公園でも、ビーチでも、あなたのご近所でも、シングル、ダブルス、そしてトリプルスと様々な種目でプレーすることができ、エキサイティングすること間違いありません。コートの前方に2メートルのデッドゾーンを設けることにより、エキサイティングで長いラリーが可能になりました。競技としてもレクリエーションとしても楽しめます。1ゲーム11点、5ゲームのベストスコアですが、レクリエーション用に独自のスコアリングを設定することもできます。エアバドミントンはいつでもどこでも楽しめます。私たちと一緒にエアバドミントンを楽しみ発展させていきましょう。まずはプレイしてみましょう。